皆さんおはようございます。高尾明子です。さあ今年もいよいよボートレースオールスターが開幕となります。舞台はここ多摩川です。今回も人気レーサーたちに突撃インタビュー行ってきます。おはようございます。おはようございます。ついに地元のオールスターですよ。楽しみです。はい、選手代表なんですね。はい。あら、ちょっと役割大変そうじゃないですか。大変です。あの、早く来ました。いやー、もう今日も爽やかで雨なのに。どうですか、この舞台に立つ思いは。もう楽しみでしかないですね。はい。でも正直、多摩川でオールスターがあるって最初知らなかったんですよね。よく知ってますね。よく知ってます。でも知ってからはどうでした。あ、調子いいと思います。はい。今回はファンの皆さんの質問に答えていただくという突撃インタビューなんですが、はい、永井選手も来ておりますので答えていただきましょう。はい、永井選手と同じくフレンチトーストが好きなんですが、はい、嬉しいです。ついつい太ってしまいます。永井選手は体重維持管理はどうされてますか。そうですね、自分の大好物だったりとか美味しいものを食べるときは一食二食抜いてそれ一食にかけます。はい。ちなみにその一食にかけるときのメニューは、まあフレンチトーストだったりとか、フレンチトースト、まあ、パスタとかちょっと太るんで。そんな爽やかな永井選手と、はい、今回の活躍して期待しているファンの方も多いと思いますので、それではファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、ファン投票ありがとうございました。優勝できるように精一杯頑張ります。お願いします。頑張ってください。一番乗り、いってらっしゃい。はい、行ってきます。おはようございます。はい、おはようございます。オールスタードリームメンバーでございます。はい、毎年やっぱり思うことありますよね。もう感謝しかないですね。選んでいただいてありがとうございます。今日は爽やかなグリーンのネクタイで、もうオールスターといったらグリーンショー。そう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 。じゃあバッチリ決めたところで、はい、ファンの皆さんの質問に答えていただきたいと思います。これ読める、こんなちっちゃいの。まあ、でもすみません、どのぐらいまでいきます。いや、全然いきますよ。これ悔しい。家庭円満の秘訣は何ですか。はい、家庭円満の秘訣、はい、どうでしょう、尊敬することですね。はい、ちょっと今ニヤッとしました。いやいや、本当本当、尊敬と尊重と、はい、元ボートレーサーの奥様ということで、うん、やっぱりお互いこうなんか分かる部分でも、ね、はい、そうですね、もう結構ね、がっつり甘えさせてもらってるんで、はい、お家では主導権はどっちが握ってるんですか。山さんは奥さんですよ。そうなんですね。 そうですよ、はい、それがなんかうまくいくですね、そう思います、ね。はい、群馬に行ったら絶対に食べた方がいいものはありますか。うん、まあ、桐生なんでね、はい、ひもかわうどんちょっとね、こう長めのうどんがあって、はいはい、うん、幅が厚いやつ、うん、が食べてほしいかな。お店によっても違いますよね。うん、そう、味も違うし、うん、僕はあのカレーうどんがちょっとおすすめのところを使ってあって。カレーうどん？うん。ひもかわでカレーうどんですか？ひもかわのカレーうどんですね。西島選手が来たら雨も上がったようなんで。僕ね、雨男なんですけどね。今日ね、雨男と雨、うん、晴れ男がどのぐらいいるのかっていうのを調べたいんですよね。はい、なるほど、僕は超雨男。雨男。はい。いや、でも今日は大丈夫なんですよね。ね、まあどっちでも大丈夫ですよ、雨でも。それでは、はい、ドリームから登場になりますので、ファンの皆さんにオールスターなんでメッセージお願いします。はい、そうですね、毎年選んでいただいてありがとうございます。まあ、一緒に走る気持ちで精一杯頑張りますので、一節間応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。多摩川のオールスターやってきました。はい、オールスターですよ。オールスターね、はい、どんな思いがありますか。オールスターはどんな思いもないんですけど、今回すごい選んで、あのめちゃくちゃ票を入れていただいたんで、はい、はい、だから意外だったんですけど、それに答えられるの頑張りたい。ファンの皆さんからの質問に答えていただくコーナーなんですが、はい、はい、レース前のルーティンなどありますか。あの最後まで諦めないレースの前にはどんなことを考えているのか、すごく気になります。ールーティン、自分の思っているのは、あの、まあ、反復継続丁寧、無事故完走っていうのを、あのちゃんとレース前に、あの自分の中でそういうのをあの頭の中イメージしてといいますか、まあ、心がけて望んでるだけなんですけど、ちょっと復唱するですか。反復継続丁寧で無事故完走です、はい、それを唱えながら、それを唱えながら、まあ、無事故完走第一ですし、レースはまあ丁寧にで、まあ、準備も継続丁寧にっていう、あのそれを繰り返すって意味で、まあ、それをやってます。完璧ですね。はい、なんか関君のちょっとダサいところとか気になるんですよね。ないのか、うんうんうん、そういう話聞くと。え、見たら分かる人もダサいところだらけじゃないですか。本当にヒットミスと分かるように。いや、一生懸命ひたむきに黙々と走ってるじゃないですか。やってますね。レースはもうしっかり、はい、やれることはやりたいと思って、はい、たくさんの票が集まりましたんで、それでは今節ファンの皆さんにメッセージお願いします。本当にたくさんの ご投票、あの、ありがとうございました。もう自分らしいレース見せれるように急いそう本当に頑張りたいと思います。応援またよろしくお願いします。メッシュ入れました。あ、すいません、はい、いやー、かっこいい。ありがとうございます。
あら、これまたなんで、誰のアドバイスで。いや、妻が勝手に予約してました。勝手に予約して、でも勝手に予約しても、はい、その色とか髪を決めるのは片岡先生ですよね。いや、違います。違う、もう全部注文も入ってる感じ。奥様の。僕はもう座るだけです。座って、はい、で出来上がったらこんな感じになっちゃって、あやつり人形になります。サーフィンしても絵になりそうですね。そうですね、はい、はい。さて今回はですね、ファンの皆さんからの質問に答えていただくというコーナーなので、片岡選手の質問が来ております。ボートレーサーになってよかったなと思う瞬間はいつですか？そうです、本当に優勝して海に遊んでる時はすごい幸せ感じます。結構後から来るんですね。じゃあオールスターになりました。さあ、たくさん投票してくださったファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、投票ありがとうございます。頑張ります。お願いします。頑張ってください。ありがとうございます。かっこいい。いい感じですか？ちょっと徳松選手並みのグラサンかっこいい。あ、はい、そう、実は、はい、宮市選手はおしゃれにこだわりがある方なんですよね、はい、全体にこだわりがあって全体的に、はい、プライベートで遊ぶ選手って誰ですか？酒に宝。ほいほいほい。寂しい高田と今度動物園でも行けるかというぐらいですね。ちょっとそんな計画があるんですか？まあ、いろいろ、ね、あります。佐々木選手はどんなタイプなんですか？ちょっとプライベートで遊ぶと変わってますね。変わってる。宮地選手どっちが変わってます？あ、種類が違いますけどね。種類が違うってどういうことですか？じゃあ佐々木選手、あともう一人高田選手、うんうん、高田は、うん、はい、うん、寂しいですね。じゃあ3人で何して遊ぶんですか？何して遊ぶんだろう。酒飲んで、うん、ラーメン食って風呂行って。めっちゃ普通ですね。そうです、おじさん3人で。いや、今回オールスターということでたくさんの、ね、質問いただいたんで、ちょっとファンの皆さんにメッセージお願いしたいと思います、はい。あ、オールスターですからね、いつも以上に皆さんの投票を背負って責任感じて走ります。おはようございます。佐藤選手、マスターズの突撃インタビューを1番目に答えてくださって、はい、ありがとうございました。今日はちょっとゆっくりめで。そうですね、もう入り口が久しぶりなんで間違えたみたいな。ねえ、オールスターですよ。佐藤選手がここにいるというファンの皆さんにとっては、いや、もう感謝しかないですね、はい。思うことあるんじゃないですか、このオールスターっていうのは。もうもちろんですね、うん、もう今回は最後のつもりで頑張りたいと思います。改めて田中選手、レーススタイルっていうのはどんなところですか？まあ、スタート行って攻めるレースそこでと思ってます。直球の質問が来てるんですよ、はい。フライングは怖くないですか？いや、怖いです。怖いですけど。はい、ただね、そのファンの皆さんの思いがここにやっぱあるわけですもんね、はいはい。どんなオールスターにしたいですか、今節は？まあ、本当最後のつもりで思い出作りとして。いや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 、早いですよ。そういうつもりで走りたいと思います。あれだけの票数がありますので、はい、じゃあファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、いつもありがとうございます。皆さんが期待しているレースができるよう精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします。今節盛り上げてくれる3人でございますが、はい、誰と頑張れと言ってたんですか？あら、だからツルツルなんですね。ロール行きます。ロール行きます。ロールしてきます。バッチリですね。で、今回はファンの皆さんからの質問に答えていただくというコーナーなんですが、答えていただきましょう、はい。じゃ、長嶋選手、はい、レディースオールスターとは気持ちが違いますか？あ、ここですか？いや、もう変わんないです。同じです、はい。あとは共通の質問だったりするんですが、うん、もし自分がファン投票するなら誰にしますか？もちろん長嶋真希です。そりゃそうだ、他の人はね、見れないですもんね。じゃ、ちなみに渡辺選手だったら長嶋真希です。ごめんごめん。この余裕、この余裕が強さです。もちろん長嶋真希に入れます。追加で意味で、追加で意味でしっかり受け止めてますもんね。じゃあ渡辺選手に参りましょう。ここぞという時の験担ぎは何ですか？チキン南蛮を食べる。いつもない。もうちょっとなんか可愛い食べ物を取材してたんですけど、チキン南蛮、はい、チキン南蛮が定食だったら最高です、うん。そうなんですね、はい。食べてきました今回も。原価次とは違うですね。レモンサワーでした。レモンサワー。いや、今回多摩川の、あのオールスターの盛り上げ番組でポンコツ会で盛り上げてくれてましたね、はい。いや、私も食べる、あ、食べる
喋る隙間なくて食べてばっかりした。すごかったね、今新ダントークで、はい、もうちょっと髪型もバッチリ決まって、はい、あ、原価継ぎしてきました、うん、前髪を切る。本当、はい、ちょっと伸びてたんで。どっちかっていうといつも前髪短くないですか。短いですけど、ちょっと切ってきた、はい、伸びとったな、こんぐらいに。わかりました、はい、突然できた原価継ぎ、はい、遠藤選手、はい、ご苦労様です。お疲れ様です。これ見てください、ファンの皆さんの質問に答えていただくということで、原価継ぎにここ切りたい。そうそうそうさて、そんな遠藤選手に質問です、はい、ぜひとも女子レーサー初のゴールデンレーサーになってほしいんですけど。よくありますか。あ、憧れるけど、ゴールデン考えたら、ここで、ここでゴールデンレーサー、こういうことでいい。ゴールデンレーサー。もし自分がファン投票するなら誰に投票しますか。誰だろう。誰かな。あ、長嶋さんかな。あ、さすが。さすが王者。さすが王者。余裕。自分って言わないとこ。果ての社会でございますから。もうそれはだって長嶋選手が作りますからね。この流れをね。ちょっと華やかに盛り上げていただきたいと思いますので、はい、じゃあ長嶋選手からメッセージお願いします。はい、ファンの皆さんありがとうございます。盛り上げます。そしてありがとうございました。かっこいいターン決めます。そしてはい、たくさんのご投票ありがとうございます。頑張ります。寒くないですか。ちょっと花村選手、まさか東京のスターが通勤日で出勤っていうのはまあ普通なんですけど、ご苦労様です、はい、恒例となりました、ファンの皆さんの質問に答えていただくコーナー。質問いきます。ゴールデンウィーク休めるなら何したいですか。ゴールデンウィーク、まあ、休めるならどこ行きたいですかとか。旅行かな。旅行、うん、最近どこ行きたいとこあります。目星つけてるところ、うん、まあ、韓国ね。韓国より南の島ですかね。あ、まあ、南の島といってもいろいろありますが、まあ、じゃあ毎年宮古島は行ってるのって、はい、日本の、うんうん、逆ですよ、日本の近い、うん、海外はあんまり。そうですね、はい、あと共通の質問なんですが、もし自分がファン投票するなら誰に投票しますか。ほら、池田浩司とか。ほー。服部さんとか。ほー。その理由は。え、仲良しですね。なるほど。もちろんかっこいいしレーサーとしてもっていうのは、ね、自分じゃなかったですね。浜田屋ティーブじゃないですね、まあ、はい、いろんな思いもある、ちょっと懇切かもしれませんが、うん、オールスター、ただ地元です。そうですね、はい、まあ、これで休み入るんですけどね、まあ、自分のできる精一杯頑張ります。そうです、もうファンの方もね、本当に応援してると思いますので、はい、メッセージお願いします。まあ、スタート勝負はできないんですけどね、はい、ベストを尽くしますので、お願いします。このツーショットはちょっと新鮮。ちょっとあんま得意じゃないんで。もう撮ってるんですか。今撮ってますよ。得意じゃなくはないですよね、馬場選手。僕はもう、あの、いつも敬意を尊敬してますよね。いや、こういうね、いろいろ教わってます。あ、教わってる。もうだから、もう何もかも教わる。いじってもらって。じゃあ、菊選手に行きましょう。はい。得意なスタート以外で、ファンに見てもらいたい部分はありますか。いや、難しくない。まあ、レースでもいいし、レースじゃなくてもいいですよ。全部、全部。全部。人間性。人間性、よく分かってると思うんで、人間性、それは間違いないです。完璧ですよね、はい、そう思ったら人間性が素晴らしい2人が揃いましたね。え、素晴らしいですよね。それはもちろんですよ。ね、うん、なんか、完璧な、完璧な意味です、ね、もうでも、あの、菊池さんのその社交性というか、本当に誰とでも本当に打ち解けられる方なので、それをこう見て、そうやってやろうって日々勉強してます。なんか探り合ってますね。本当に本当に。じゃあ馬場選手いきましょう、はい、ボートレースと同じぐらい取得したいことはありますか。取得したいこと、例えば英語とかゴルフがうまく、いやこの社交性でしょ。本当に僕あんまりこう打つときの時間かかるものなんですけど、実は本当に気さくに誰でも分け隔てなく接されるので、菊池選手からはそういうことですよね。個人的にはどうですか。個人的に、いや、何でしょうね、もっと勝てる能力が欲しい、ボートで。さらに、さらに。貪欲だね。貪欲ですね。じゃあちょっと共通の質問なんですけど、もし自分がファン投票するなら、誰に投票しますか。オールスター、はい。まあ誰かちょっと何とも言えないけど、西山には絶対いるね。
そこは確実。誰でしょうね、うん、ちょっとそういう目線で見たことないんで分かんないですね。いいです、はい、俺ってもいいんですよ。まあ自分には入れますよね。そういうことですよね。はい、馬場選手は、難しいですね。誰でしょう。まあその侵入を面白くするっていう点でやっぱ西島さんになっちゃうから、ファン目線になる。ファン目線ですよね、はい、そういうコメント聞きたかったです。さあそれではですね、ファンの皆さんにメッセージをお願いしたいと思いますが、じゃあまずは馬場選手から。はい、今年もたくさんの投票本当にありがとうございます。自分のためだけではなくて、ファンの方のために、感謝と謙虚な気持ちで頑張ります。よろしくお願いします。謙虚の塊、はい、続いて人間性たくさん投票ありがとうございました。謙虚に頑張ります。すごいですね。馬場ちゃんに負けないように謙虚に頑張ります。頑張っていただきましょうついに SG 初出場、はい、緊張しまくってます。寝れました。今日5時半に起きるつもりが4時半に起きました微妙でももう1時間早く起きちゃった。決まった時どうでした、票数見て。いやもうここまで、もう票数集まると思ってなかったんで、本当にもう嬉しい限りです。ファンの皆さんの質問に答えていただくというコーナーなんですが、はい、西安選手もねたくさん来ていただいてるんですよね。自分の未来予想図はありますか。未来予想図ドリカムみたいな感じですけど。いやもう未来予想図、まあ、ここに出ることが結構だいぶ大きかったんで、今がほんまにそれですね。いや本当に未来予想図を描き始める感じですね。そうですね。あとはまあ久しぶりにその自己点気にせずヤングダービー出たいと思ってるんで、もうとりあえず今年はヤングダービー出て、残り2回しか出れないんで、ちょっと年齢制限あるんで、そこはしっかり行きたいなと思ってます。わかりました。じゃあ最後に、もし自分がファン投票するなら誰にしますか。ファン投票、ファン投票、そうだな、やっぱミネさんですね。あ、やっぱ1位なんですね。いやなんかもうめちゃくちゃ少年心のようにボートレース楽しんでるじゃないですか、でもちろん責任感もありますし、もういろんな面でやっぱすごいなっていつも思いますね。その峰選手をぜひやっつけていただきたいと思いますので、ね、ファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、本当にたくさんの ご投票本当にありがとうございました。たくさん、レース通じていっぱい学んで、まずは水準戦を目指して頑張りたいと思います。ファンの皆様も、ファン投票も通じて、お気に入りの選手しっかり応援してあげてください。私もぜひ応援してください頑張ってまいります。頑張ってください。ありがとうございました。玉川での思い出ってありますか。玉川で準優に乗ったことがない思い出しかないいい思い出がない。あれ、思い出っていいものばかりじゃないんですね。いや多分ほぼ何もやってたことがないんで、師匠とお弟子さんですけど、はい、どんな感じなんですか。なんか師匠感っていうのは結構あるんですか。厳しく教えるとか、それとも俺の背中を見てって感じなんですか。もうレースボートに関してはもう、はい、めちゃくちゃ教えてもらってます。プライベートは自由に行くだけです。あ、そういうことか。あとはないですそんな感じかと思ってもよかった。ボートでもしっかり教えていただいて。じゃあ、末永選手に、白、黒、赤、青、黄色、緑、どのタオルの色が一番見やすいですか。多分専用に送りたいんでしょうね、ファンの皆さんのタオル。赤ですね。赤、はい、赤好きですか。赤はもう好きです。赤か緑です。赤か緑、はい、わかりました。あと共通の質問、もし自分がファン投票するなら誰に投票しますか。ファン投票、はい、オールスターの、オールスターの上の島塚さんが言わせたみたいに、これ僕いない時にやらんといや一応でもそうですよね、純粋に、はい、別にいるから気遣ってるわけじゃないですよね、はい、師匠だからって感じで。そうです。でも師匠は井口義成さんって言ってましたけど、あ、もう一回聞こう、かっこいい。いや僕も感じたけど井口さんに、井口さんかっこよくてあんまり喋れないです。ちょっとオーラありますよね、はい、エロい感じのね、もうかっこいいっす。じゃあちょっと2人でね、ぜひオールスターを盛り上げていただきたいと思いますね、はい、もちろん佐賀メンバーもそうですが、じゃあ末永選手からメッセージお願いします。玉川はいろいろあるので頑張ります。おめでとうございます。そっから強くなったんですよね。はい、はい、
張ってください。好きです、玉川。よかったです。そして師匠。はい、ファン投票してもらったんで、恩返しできたらと思います。頑張ります。洋介さんも頑張ってください。自由乗れるよう頑張ります。ありがとうございました。ファンの皆さんから質問に答えていただくコーナーなんですが、はい、ボートレーサーといえば6色のカラーですが、佐藤選手が好きな色は何色ですか？黒。黒？最近黒。おー、それは2号艇ってことじゃなくて単純にカラーでか？今年黒。じゃあちょっとそんなこと言われちゃったら2号艇の佐藤選手注目せざるを得ないですよね。私服も黒。黒。なんでまた今年は黒？いや、わかんないです。気分。気分。今年初めにここでそう2号艇優勝したっていうのもあるかもしれないです。あー、なるほど。やっぱりそういうのボートレーザーカラーの色はプライベートでもなんか取り入れちゃうタイプですね。もし自分がファン投票するなら誰に投票しますか？オールスター誰も投票しない誰も、うん、先輩でもなく誰でもない自分には別にいいからそれではファンの皆さんにメッセージお願いします。頑張ります。今日も爽やかに登場となりました、はい、また白のシャツにこの刺繍何ですか？かわいいしょ。かわいい。ヘビ。普通の人ここにヘビの刺繍しないんですよ。でしょ。マムシのようにしつこいレースをしてくるっていう師匠の池本照明さんの教えなんで。本当ですか、はい、それでマムシ。そう、ヘビ。ヘビ、うん、しつこいレースをする。最後まで諦めませんからね。そうそうそう。いや、今回はオールスターということで、はい、ファンの皆さんの質問に答えていただくという、はい、ここに入る前に何食べましたか？さっき朝、はい、普通にソイジョイ食ったんですよ。ソイジョイか。朝そうでしょう。さすがに今日体重測るけん、はい、そうですよね、はい、牛丼とかコックもいかないですもんね、はい、そう。じゃあもう一個、常日頃大切にしていることはありますか？常日頃、真剣勝負ですよね。そうなんですよ、はい、もうすっかりその4文字が山口選手の代名詞みたいになりますよね、はい、だからまあ今日が終わってもいいっていうつもりで生きてます、うん、共通質問です、はい、じゃあもし自分がファン投票するなら誰に投票しますか？今までも聞いてるんですけど、うん、みんな個性が、うん、まあ、みんな龍太ですね。あ、出た、うん、お、それはどうして？だってすごいじゃないですか、うんうん、いろんな面で、はい、今節も期待しておりますので、それではファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、せっかくファンの方の力で立たせていただいたんで、全能力を発揮して真剣勝負してきますんで、応援の方よろしくお願いします。しつこく頑張ってください。はい、マムシのように。マムシのように、はい、行ってらっしゃい。はい、行ってます。おはようございます。爽やかに登場しましたね。オールスターですよ。ありがとうございます。おかげさまでありがとうございます。やっぱ改めて思う大会なんじゃないですか、この大会は。どうですか？そうですね、うん、もう嬉しい限りです。はい、今回はファンの皆さんからの質問に答えていただくというコーナーになりますので、はい、答えていただきましょう。さあ、どれにしようかな。奥様のレースと答えやつです。奥様のレースと深谷選手のレースで、奥様が深谷選手より勝っているものは何ですか？いや、もう負けん気じゃないですか。負けん気、勝ってますか？勝ってると思います。そこが一番、はい、いや、でもレースも奥様強いですからね。そうですね、そっちないですし、はい、逆パターンも教えてください。深谷選手の方が勝っていること。まあ、スタートの冷静さですかね。あらら、ら、はい、本に反省してますね、それ今、はい、聞いちゃったら、はい、今スタート、ね、あなたの笑顔が好きって来てます。ありがとうございます。そういうことです、そういうことです、はい、じゃあファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、今節も一生懸命頑張ります。応援お願いします。頑張ってください。はい、ありがとうございました。いや、このスリーショットなんか新鮮。いいですか？絵はがきにしたい。同世代なんで。同世代。ちょっとすみません、今なってきちゃいました。いや、同世代。同世代、はい、まあ、嬉しいですね。ウリュウ選手から自分へのご褒美を教えてください。ご褒美、いや、ちょっと、ま、最終日今思い浮かばない。思い浮かばない、はい、勝った時になんか自分にご褒美、お酒とかなんとかいろいろ何かを買うとかあったりするんですか？いや、今んとこないです。ひとし選手行きましょう、うん。宿舎に必ず持っていくものは何ですか？宿舎に必ず持っていく、何でしょう、今日詰めたものを思い返していただければ。ほらほら、よく行く選手が持っている。プロテイン、結構マッチョ、マッチョ系が、うん、っていうのはまあ嘘です。嘘なんかい。なんとなく持っていくものっていうのは、
なんかマッサージ器具みたいな。結構肩凝ったりするんですね。足。なるほど。皆さんがファン投票するとしたら誰に入れますか、この選手、大内さん。僕だったら、この時間がね、何とも言えないですけどね。新田由紀さんに。新田さんに。新田選手、新田由紀選手、どうして。ターンが好きなんで。ターンが好き、はい、いいですね。じゃあ、ひとし選手も。指を指す。かわいい、かわいいから。かぶきゅうですね。ウリ選手か。いや、僕はもう、ひとし派なんです。2人ね、6人まで選べますから。そらもね。あら、ウリュウ選手の名前。ひとし派の、ひとし派の。3票です。そうそうそう。ウリュウ選手、特別、特別にね、仕方ない、特別参加です。なるほど、先輩の芸ということでね。はい、精一杯頑張ります。僕も頑張ります。はい、ファン投票ありがとうございます、頑張ります。どこからいじろうかな。いじるとこないですよ。いじろう。まあ、焼けて。もう焼いてきました、しっかり。どこに行って闇もいっぱい入って、はい、仕上げてきました。じゃあもうオールスターのために、オールスターのためにサーファーなんで、はい、はい、ここだけの話、補欠だけはサロに行って焼いてるらしいです。私はね、こう焼いてきましたね。想像しよう、みんなで想像しよう。まずは峰選手、はい、1位返り咲きおめでとうございます。いや、ありがとうございます、本当に皆さんありがとうございました。いや、ちょっと過去にもね、5年連続1位ありましたけど、はい、今回の1位ってのはどうですか。いや、なんかもう、はい、自分の、うん、レース人生終わったのかなと思ってたんで、また返り咲けるチャンスがもらえたのかなと思います。そして師匠と一緒に行けるオールスターですよ。いやー、そうですね、いつも走ってる姿見てたので、はい、はい、ここは一緒に走って勉強もしつつ、はい、結果出したいと思います。やっぱり違いますか、師匠がいるといないじゃん。いや、そうですね。頼りになりますんで。じゃあファンの皆さんに質問に答えていただくコーナーですが、はい、峰選手に来てます、はい、人生最後の日に食べたいものは何ですか。あ、なんか最近セブンのご飯美味しいやつ見つけたんで、それを食べたいです。ささやかな。ないですね、ないです。食べ物だったら何ですか、好きなものとか。あ、何でも好きっすよ、子供が食べそうなものは何でも好きっすね、じゃカレーとか。あ、カレーとかでもいいです、何でもいいです。ハンバーグとか。あ、その辺でいいです、あ、でも嫁さんの手作りのね。うわ遅いですよ、そういうの聞きたかった。編集で、はい、お願いします。さあ、じゃあサダマス選手行きましょう、はい、先日、シナのサダ選手と海外旅行行かれてましたが、はい、どのぐらい外国は話せるんですか。え、全然話せないです。そうなんですか。ちょっと一言もらいましょう。一言もらいましょう。頑張ります、頑張ります。頑張ります。え、ファイティン、ファイティン、正解です。ファイティンです。それだけでいけます。本当ですか。ファイティンがあれば大丈夫ですよね。なるほど。現地のコミュニケーションで困ったことありましたか。いや、もうジェスチャーでなんとか言ってました。なるほど、こんな感じで。こっちだ、こっちだ。そんな感じで。わかりました。じゃあちょっと時間も迫っておりますので、それでは峰選手、ファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、優勝しに来たんで、しっかりスーパースターになって帰ります、頑張ります。そして、スーパースターになりたいと思います。よろしくお願いします。ファイティン、ファイティン、はい、最近ハマってるものは何ですか。最近ハマってるもの、ダラダラ過ごすことかな。ダラダラ過ごすこと、別に最近じゃないですよね。でほら、国会中継見てるっておっしゃってたから。はい、言ってた。国会中継を池田浩二選手が見ると何が面白いんですか。え、なんだろう、議員のぜひ、あの、常滑市長にそこから中央にっていうのはないんですか。いや、僕はないです。そうですか。じゃあ結構国会中継見てらっしゃるね。さて、磯部選手も行きますよ。質問来てるんで、ちょっと高田選手、一番のライバルは誰ですか。自分自身。セコって言ってますけど。で、あと共通の質問で、ファン投票に自分が投票するなら誰に投票しますか。西山隆弘以外。それね、2票。池田選手も言ってました。じゃあ池田選手は。俺はね、菅ちゃんかな。菅ちゃん、その理由は。え、面白いじゃない。面白い、面白い。チルトサンド。チルトサンド。やっぱそれがやっぱファンの楽しみっていうか。ですね。ちなみに浜名選手は池田浩二。終わります。ああ、俺浜名や健吾です。そうよ、そうよ。理由はって聞いたら仲いいからって言ってました。あたす、はい、じゃあですね、ファンの皆さんにメッセージお願いします。一生懸命走ります、バイバイ。はい、一生懸命走ります。
素敵、ピンク。ピンクをね、なかなかこう使いこなせる男性っていないでしょ。いや、いるよ、いっぱいいるよ。ジャンパーとかもね、SG カッパとかもピンク、うん、ね、なかなかいないでしょ。さて、マスターズに続いてまた質問コーナー、突撃インタビュー、いいですか。了解です。了解です。これがまたね、ちょっと待ってくださいね。あるんで、先輩なんで、1ページ目、はい、見えるかな。見えるの、ここなら見えるの、見えます。見える、うん、まだ大丈夫ですね。いきますよ、長崎。キュンなポーズお願いします。無理であれば手を振ってください。無理だったんですね。無理です、無理です。いや、そういうキャラじゃないですもんね、どっちかっていうと。まあ、やり方も分かんないですし、ね、はい、いや、でもオールスターですよ。もう絶品のパッケージ雑誌を見せてくれて何年経ちますかね。まだ2年ぐらいしか経ってないんですけどね。みんな忘れられるのか、なんかちょっと、うんうんうん、はい、ファン投票の数は少なかったですけど。ちょっと寂しい時もあるんですか。ありますよ。自分がファン投票するんだったら誰に投票しますか。はい、難しい質問ですね、はい、もちろん自分っていう人もいるし、はいはい、入れたくないっていう人もいるし。自分は入れたいです。入れたい、はい、そのためにやってるので。そうです、はい、はい、頑張ります。すいません、オールスターですよ。そうですね、ちょっと改めて思うこともあるんじゃないですか。そうですね、地元で SG で出るのってね、幸せなことなんで、はい、あの、たくさんのファンの方から質問が来ておりまして、はい、柴田選手に質問です、はい、エドガーと違って、うん、精神面の玉川となりますけれども、はい、走りやすさやアドバンテージはありそうですか。まあ、ね、エドガーほどじゃないですけど結構走ってるんで。そうですよね、はい、そうですね、地元ですからね。そうですね。あと、息子さんがデビューされましたが、今後どのようなレーサーになってほしいとか願望あればお聞きしたいです。どうですかね。まあ、一生懸命やってほしいですけど、それだけです。結構ボートの話はされるんですか。そうですね、家帰ってくるとなんかリプレイ見せられて、俺どうすればいいのみたいな感じで。やっぱ探求心もあるんですね。そうですね。もし自分がファン投票するなら、うん、誰に投票しますか。どうですかね。選手を悩ませてしまう質問かもしれませんが、もちろん自分っていう意見もあるし、まあ、誰も入れないって。いや、そうですね、誰に入れますかね。1票、2票でもいいですよ。なるほど、6票まで大丈夫です。まあ、そうですね、まあ、浜根屋さんかな。スターですからね。あ、まあ、千葉で言うなら佐藤大輔とか出してみたいですけど。す、ね、はい、やっぱり千葉代表、そうですね、東京代表みたいなのですよね。佐藤大輔選手もね、この場でレース見たいですよね。そうですね、見てみたいです。それではファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、地元なんで思い切っていきますんで、買ってみてください。おはようございます。おはようございます。2人でインタビューよろしくお願いします。喋ることはねえ。何あ、ママわざとママもう入る。いや、もう盛り上げ動画では頑張って活躍してくれてましたよ。はい、ね、今回の順位は何でしたっけ。4位。落ちとるやないか。落ちとるやないか、はい、いや、でもありがたいですよ、本当 ね本当にファンの皆さんの投票があっての、はい、そうですね、はい、疲れてます。疲れてます、はい、昨日も BS が あったんで。はい、なるほど、はい、ちょっと後ろのパンチパワーの方もね。あ、ちょっと今ママに電話してます。ママに電話してます。はい、ママ、ママ大丈夫でした。めっちゃ怒られた。めっちゃ怒られた。おめでとうさん、これパンチパワーもうやめたんすか。それもめっちゃ怒られた。一緒に歩けんて。あ、さあ、ファンの皆さんの質問に答えていただくコーナーなんですけど。あ、そうなんですね、はい、森高選手、いきましょうか。これメッセージと応援ですね。オールスターの夢と後輩と期待していいですか。いいです。かっこよく。どうしてくれるの。誰かおるんかな。ファンに押されてボートレースオールスターに出演されるということで、今ちょっと押してるものってありますか。お前はわしやもんな。来た、一押し。好き、わしも一押し。うわ、いや、ダメダメ。もうええですか。はい、すみません、もう一個一緒に行きましょう。97期でオールスターの投票があれば、はい、ベスト5は誰ですか。ベスト5って僕ら少ないけん、少ないけん。ね、あったら、庄司、横川、池永って言ってきますが。もし自分がファン投票するなら誰に入れますか。西山武選手はファン投票する。僕か僕以外か。かっこいい。誰に入れますか。僕も僕以外か。僕も僕以外。ちょっと同じ同じ。じゃあメッセージお願いします。一人ずつ。頑張ります。集金します。いってらっしゃい。はい。
今回もたくさんのレーサーたちにご協力いただきました。さあファンの皆さん、明日から始まる熱戦にぜひご注目ください。